ありがとうございます。ギターを弾いて歌う人、君島大輔です。今回なんですけど、ちょっと気になることがあって、それについて喋ってみようかなと、そんなことを思った次第でございますけども、YouTube とか、Twitter でも、Facebook でも、インスタでもね、SNS ってありますけど、そういうの見てると、歌ってみたっていうね、そういう動画って、結構上がってくるんですよ。僕も見るんですけど、意外とねチューニングずれてること多いんですよ。で、チューニングって何ぞやって話なんですけど、ギターのね弦の音を合わせることをチューニングって言うんですけど、で6弦だったら E、5弦だったら A、4弦だったら D、 3弦だったら G、2弦だったら B で、1弦だったら E っていう感じで音が決まってるんですよ。で、決まった音に合わせてからこうやってジャランと弾くと綺麗な音が出るっていう仕組みになってるんですよ。歌ってみた動画って、よくよく見ると歌うまい人いっぱいいるし、ギターの技術もすごい人っていっぱいいるんですけど、チューニング狂ってる人もいっぱいいるんですよ。チューニング狂ってる状態でね、こうやっぱギターを弾くと、例えば弾き方が合ってても音がずれてるから間違ってるように聞こえてきたりとかするんですよね。歌は正しいメロディーを歌ってても、ギターの音が、ずれてるから、こう歌とね、こうギターの音のこのアンサンブルっていうものがなんかちょっと耳障りになっちゃったりとか、そういう現象が起きたりするんですよ。なのでこまめにねチューニングをする癖をねつけた方がいいです。ギター教室とかもちょっとやってて、生徒さんがギターを弾いてる中で生徒さんの音がね気持ち悪いなって思うことがあるので、その時は言うようにしてるんですよね。ちょっとチューニングずれてるから今直した方がいいよって言うんですけど、いや先生もう全然ずれてないですよって言ったりするんですよ。いやずれてるから。で実際こう合わせてもらうと、あれずれてるみたいな、あれ先生の言った通りずれてますねってなるんですよ。さっき10分前ぐらいにチューニングしたばっかりなのにこんなにずれるんですかってなるんですよね。なんでチューニングするかっていうと、ずれるからなんですよね。ずれるようにできてるから、ギターの弦の音っていうのは。だからもうチューニングをするようにできてるわけですよ。弦楽器なんて大体そうなんですけど。で、ライブとか行っても、始まる前にチューニングする人はいるんですけど、途中でチューニングしない人って結構いるんですよ。2曲目ぐらいからチューニングがもうずれてきてて、歌もうまいし、技術もあるけど、もう音が気持ち悪くなっちゃって、なんかさ、もう終わってみたらなんかもう最終的に不協和音しか出してないみたいな、そういうタイプの人って結構いるんですよ。この動画を見ている皆様はですね、もう本当こまめにチューニングをする癖をつけてください。コードを抑える、きちんと抑えるっていうのも大事だし、で右手でストロークをしたりとかアルペジオをしたりするっていうのも大事だけど、根本的にはチューニングがちゃんとできてるから綺麗な音が出るっていう風になってるので、例えばですよ、今抑えられなくてもやっていくうちにギターは上手くなるので、コードが抑えられる抑えられないっていうのはさほど重要な悩みじゃないんですよ。やっていくうちにちゃんと抑えられるようになるから。だけどチューニングっていうのは癖つけないと絶対しなくなるので、ギターが上手い下手とかではなくてそれ以前の問題なので、いずれねこう人に聞かせるってなった時に汚い音で演奏を聞かせるっていうのはもう失礼に値しますから、なので何回も今日は口酸っぱく言いますけど、チューニングをしてください。歌ってみた動画とか上げてる人全員に当てはまるわけではないですけど、動画を撮る前にきちんとチューニングをして、それから動画を回して演奏するっていう、そういう風にしてかないと SNS とかだと一回上げたら残っちゃうから、でコメント欄とかにはチューニングがちゃんとできてませんとかすごい書かれちゃって、見てる側も歌った側もいい思いしないんですよね。それってお互いにとって、損しかないし、見てくれた方、聞いてくれた方にとって時間を使ってねその動画を見てくれてるので、それに対してすごく失礼に値しちゃうんですよね。例えば1曲弾いたらもうチューニングをする癖をつけるとか、5分弾いたらチューニングしてみる、10分弾いたらチューニングするとか、もうそういうスパンでチューニングをしていってください。で最初は大変だと思います。時間かかると思うんですけど、やっていくうちにもうすぐ、もう時間かからずにもう10秒あったら、10秒言い過ぎだけどすぐね、もう20秒あったらもうすぐもう全部できますよぐらいの、もうそういうスピードでチューニングできるようになるので、ギターの練習それも大事だけど、チューニングの練習もしてください。
今回の動画はチューニングについていろいろ喋っちゃいましたけど、正直ねもったいないです。せっかくねあのチューニングの話を今回したので、まあ次の動画その次の動画ぐらいはちょっとチューニング についての動画をまた作っていこうと思いますので、チャンネル登録していただいて、待っていただけたらと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ギターを弾いて歌う人、君島大輔でした。ありがとうございます。